はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。意外と好評の誰にでも弾けるギター教室の時間でございます。ドラえもん式スキル練習がですね、結構好評なので続きをやってみたいと思います。いいからね、だんだんと、シャープしていきます。それでは、分かるようにやはり、アコースティックギターというと このハイフレットね、どうしてもビビりがちなんですね。でこれはですね、時間が解決する問題です。あのギターの特性上、どうしても弾かないフレット、こういうフレットねはあまり使わないので、どうしてもこういったフレットが当たってしまってビビり音が出るんですね。じゃあこれをこれでよしとするかというと、そうではなくて、いなします。はい、もっといきますよ、はい、優しく優しく優しく押し込むように、聞いてくれません、簡単には。なのでプレイヤーの方がいかにギターから美しい音色を引き出すかね、それはポイントになってくるわけです。そのままこれを、これはもう間抜けな音になってしまうので、柔らかく、弾いてるうちにだんだんといい音がするようになってくるものです。そういうものです。で、これを練習する際にですね、メトロノームなどに合わせて練習する必要はありません。まず自分の歩くテンポ、普段歩きますね。その時に、きちっと自分の中で BPM いくつで歩いているのかっていうのを意識してください。1、2、3、4、2、2、3、4、メトロノームと一緒に練習してもはっきり言って意味がありません。自分の中に、自分のリズム感というのを作ることが重要です。メトロノームと練習するとね、機械的な、ギタープレイヤーになってしまいます。そうではなくて、自分の歩くテンポ、自分の鼓動、それに合わせて、ギターを弾いていきます。当然そこには仮想メトロノームがあるわけですね。人間には心臓というね、素晴らしいメトロノームを持っているので、それを信じましょう。それに合わせて毎日きちっとスケール練習をすれば、ビビってしまう部分のフレットでもですね、柔らかく弾くことで徐々に徐々にいい音になってきます。ギターさんはね、なかなか、言うことを聞いてくれませんが、丁寧に一生懸命付き合えば必ずね、いい音になってくれますんで、毎日の練習欠かさず頑張ってください。ただね、やりすぎると、手を壊すんでね、ほどほどに、練習することで、必ず上達しますので、毎日の練習、5分でも3分でもいいです、はい、1回やるだけでもいいですんで、できる範囲で、練習を行ってください。それではギタリストの竹下敦史でした。ぜひね、ドラえもん式スケール練習に取り入れてみてください。それでは。